こんにちは、しゅんです。この動画は初心者のための倒立講座ということで、倒立の練習を始めたい人、または体育の授業で小学生に倒立を教えたいけどどうやって教えたらいいかわからない人などのためにね、倒立で注意すべきポイントと倒立の練習段階についてね、安全第一をモットーに解説していこうと思います。まず1つ目、倒立で注意すべきポイントです。倒立の練習を始めるにあたって2つの注意すべきポイントがあります。1つ目が、しっかり柔らかいマット、または十分なスペースがあるところで練習を行ってください。あとは練習で使える壁があるとより良いです。で、2つ目が倒立からの落ち方を知っているってことですね。これが非常に大切になってきます。で、倒立からの落ち方をしっかり知っていると安全に倒立を学ぶことができます。この倒立からの落ち方には2種類があります。1つ目が前回りです。倒立としてそこから前回りをします。で、2つ目が倒立から横に落ちる、まあ、側転みたいな形で落ちるといったものがあります。で、これらがしっかりできないと、こんな感じで倒立からバタンと背中から落ちて、もうめちゃくちゃ痛いです。背中がすごく痛くなってしまうので、そこを注意しましょう。これらの倒立からの落ち方も、これから説明する練習段階の中に組み込んでいきましょう。はい、それでは倒立の練習段階についてです。分かりやすく3つのレベルに分けたので、自分のレベルに合わせて行ってみてください。まずはレベル1です。1つ目は声出すね。しっかり、この姿勢が作れるかです。手は肩の真下に置いてください。で、この状態で背中を反らないで、しっかり背中を丸めた状態でできることが重要になってきます。これが、倒立の姿勢になってきます。で、この腰が反っている状態で倒立をしてしまうと、体重がある大人の方であったり筋力のない方は腰を痛める原因になってしまうので、ここはしっかり、背中を丸めておきましょう。で、この肩が手の真上にある状態、この状態だとね、だいたい体重の 30% が手にかかっている状態だと言われています。で、倒立するとね、体重の全てが手にかかるので、この指示した状況だけではなくて、腕立てができるかどうかしっかり確認してみてください。で、これで腕立てができないのであれば、膝を床につけて腕立てをしてみてください。膝をつけないで5回から10回できるといいと思います。2つ目が肩入れですね。これはヨガでよく見るような形になります。こういった形で体をくの字にして、手からお尻までのラインをまっすぐにできるかどうかっていうのを確認してみてください。で、倒立で重要になるのが、手からお尻までのラインをしっかりまっすぐにする。その上に足がポンと乗るような形になります。なので、ここがしっかりまっすぐに、ね、ならないと非常にバランス取りづらいです。なので、その肩を入れて、上半身をまっすぐにするっていうエクササイズになってきます。で、3つ目が体伸ばしです。これは倒立の練習を壁で行うにあたって、手だけで床の上を歩かなくてはいけないことがあります。その練習ですね、しっかり体に近いところから手を遠くに、で、その状態で体を締めて5秒ほど止まってみましょう。で、そこから帰ってくるっていった形ですね。これもあまり無理せず、しっかり手で歩くんだぞっていうのを確認していただければいいと思います。これもだいたい5回から10回ほどできるといいと思います。で、あとは前回りですね。これは倒立からの前回り、落ちた時の練習に必要になってきます。で、これ普通の前回りだけじゃなくて、こういった段差を使って前回りがしっかりできるかどうか確認してみてください。はい、それではレベル2です。これ足を直近にして蹴って、帰ってくるですね。で、ここのポイントは、蹴りすぎないことですね。足で床を蹴りすぎてしまうと前に落ちてしまいます。で、これしっかりマットとかないとすごい痛いので、できるだけ足は下に、で、あとは、つま先を蹴った後に空中でタッチするっていうのをやってみましょう。で、もう一つのポイントなんですけど、前の足ですね、この足が床にできるだけ長く、ちゃんと膝が伸びきるまで床に触れているとすごいコントロールがしやすいので、そこも意識してみてください。で、2つ目が足パタパタです。これは両足で地面を蹴って空中で足を叩きます。で、これも行き過ぎてしまうと痛いことになるので、できるだけお尻を上げすぎないように、これは上半身のバランスと力をつけるためのエクササイズです。で、これ何回つま先をパタパタできるか挑戦してみてください。で、次が壁斜め倒立です。ここら辺から壁を使い始めます。で、ここでもポイントになるのが、腰を反らない、あとは体の角度は45度ぐらいで、これで手でしっかり歩いて倒立まで行けるかのチェックになってきます。なので、この45度ほど来たらまた帰っていくっていうのを繰り返してみてください。で、この45度の倒立の姿勢で10秒キープできたら十分な力があるんじゃないかなと思います。
はい、ではこのレベル2が十分できるようになったら次はレベル3です。ここが最後のレベルになってきます。壁倒立です。でここで意識したいのがしっかり倒立に行ってからそのまま手で帰ってこれるか、これができるかどうか確認してみてください。これができないのであればまっすぐな倒立ではなくて少しね斜めの倒立当たりまで行って帰ってくるっていうのを繰り返してください。あとはここでちゃんとした折り方の練習も始めます。こういった形で片手を前に出して横に降りる。私の場合は左手を前に出すとすごいやりやすいので左手を前に出します。でもそれは人によって違うので、右手でもやってみてどっちが自分にとってやりやすいのかをチェックしてみてください。あとは倒立から前回り、これはしっかり床が柔らかくなっているのであればこういった練習もここでやっておくとすごいスムーズに安全に倒立を練習できるようになってきます。で壁倒立なんですけどこれはだいたい10秒から30秒ほどできるといいと思います。はい、それではね、このレベル3でこれがしっかりね、倒立できますよ、壁倒立できますよってなったら、足をチョキの状態から、倒立挑戦していきましょう。で、こういった感じでね、しっかり横に降りられたり、前回りできるっていうのをね、しっかり確認しながらで、自分の中で一瞬倒立を止めて帰ってくる、一瞬倒立を止めて帰ってくるっていうのを何回も繰り返してみてください。はい、こういった形で自分または生徒をレベルに合わせて、倒立を練習を安全に、行ってみてください。人が足でね歩き始めると同じで倒立を止められるようになるにはね時間がかかります。なので気長に毎日コツコツ倒立練習を行ってみてください。なので怪我に気をつけて少しずつできるような、練習をしていくといいんじゃないかなと思います。はい、では最後まで見てくれてありがとうございました。